はい、おかえりお疲れ、こんばんは、マチコでございます。さあ今日はですね、またまた嫁マッチが持ってきました企画ですが、何でしょうか。はい、今回は二重ちゃんが全員揃いました、最も美しい顔2022。やった全員揃いましたよ。全員揃った。はい、ということで改めて見てみましょうということです。わかりました。じゃあ最も美しい顔に全員入ったよ、スタート。はい、トップバッター彩香ちゃんでしたね、うん、こちらもびっくりしたんですけど、彩香ちゃん入ったよーと思ってね、まあでも彩香入るよねって言いながら、この時紹介したと思うんですけども、まさかこの時は全員はノミネート入ると思ってなかったから、まあね、びっくりした、やっぱ入るんやと思うんで、次々ね、やっぱまあ彩香からっていうのはまあ一番いい感じでね、ふわふわビューティーですか、なんて言うの、ビューティーとついてるのはもう彩香だけですからね。確かに、から始まって次ですね、次ニナちゃんが入りました。ニナちゃんよ、なるほどと、ニナちゃんですよ。ニナちゃん、これはもうアネスも喜んでると思いますよ。言ってますよ、言ってほしいわもうアネスにはほんまに見とってほしいよ、せめて、動画にしなくてもいいけど、見ててほしいわほんまに。はい、次はリマちゃんが入りました。リマちゃんもね美しい、もうそらもう黙ってたら美しいよ。黙ってなくても可愛いんだけど、まあね魅力はいっぱいあるんだけど、本当にね、喋り出すとさ、個性が爆発する時あるやんか。リマちゃんってさ、TPO を考えてワッピーワッピー。でもこの写真も綺麗な、こうやって見たらもう本当に綺麗なもうお嬢さんだからね、本当に、ね、顔洗ってもこれやからね。顔洗ってもこれ、寝起きでもこれっていうね、素晴らしい顔面してますからね、すごいですよ、はい、本当に強い。次はリオちゃんか。そうね、まあ、リオちゃんもね、美しいからね、本当にハッとさせられる時あるからね、あ、リオちゃんびっくりするほど綺麗っていう時あるからね。加工アプリかなんかでさ、顔だけ出してなんかペンギンかなんかの被り物とかなんかそんなやつあって、でそこで、あのリオちゃんと彩香が二人並んでたら、どっちってなった。なんか似てるんやね。なんか似てんのよ、なんかね、雰囲気はね。全然違うんだけど、なんか似てるのね。そう、なんかこのリオちゃんもすごい綺麗。綺麗よな。そしで続くのがあまやちゃんな、なんか日本女性の美しさを凝縮させたまやちゃんだね、やっぱりノミネートされましたね。はいはい、なんていうのやろな、奥ゆかしさがあるよね。そうやね、まやちゃんにはね、奥ゆかしさもある美しさって、本当にますます綺麗になってきましたもんね。そしてまゆかです。まゆかか、いわゆるさ、このノミネートっていうのは、そのサイトというか、そちらの方にまあリクエストというかね、そういうがいいよっていうのをみんなわーってきた、のを受けて参考にしてるのかな、エントリーとかね、ノミネートされていくんでね、だいぶウィジューの方々が、その活動運動をしていらっしゃるウィジューの方々が頑張って順番にこう頑張って、二重全員入れようみたいな感じになってたんやと思うんけど ね。この順番ってでも不思議じゃない、どういう順番なんやろうって思うんで、なんかね、わかんないけど、ええー、と思って。まあ、まゆかちゃんはね、本当に、すっごい綺麗になったと思うね。いやいや。可愛かってんけど、最初から、可愛いとは思っててんけど、こんなに可愛くなるんやっていうぐらい、可愛くなったと思う。本当に。あのね、いや、もともとがね、すごい光る原石。まゆかちゃんぐらいじゃない、あの、歯並びとかも矯正、今回してないの。ね、まあ、したんかもしれんけど。でもなんかしてなさそうよね。なんかすごいね、もともとがね、もう、純粋な。いいものを持ってたんだ。もう、素なよ。なんとでも私変われますっていう。なんかそういう素朴さ、みたいなのがあったやんか、もともと。だからそこにすごいどんどん、だからこそカメレオンって言って、色がどんな色でも染まるし、どんどん綺麗になっていくっていう、まさにほんとそのまま来たなっていう感じするよね。これからよ、まだまだ。まだまだ綺麗になるんやろうね。今はまた今度、女性、大人の女性らしさが加わってきてるからさ。そう。続いて、ミーシャね。ミーシャもっと早く来るかなと思ってたけどね。でもやっぱり可愛いが先来てまうからな。ミーシャの場合は。可愛らしい感じもね。いや、ミーシャちゃんはね、もう安定の可愛さだからね、本当に天性のアイドル。アイドルです。ですからね。入ると思ってましたよ。そうですよね。
うん、だからみーちゃんもいずれやっぱり大人のね、うん、雰囲気がまた出てきたら怖いよ。怖い、可愛いから美しいへと、そうそうそう、ね、大人の女性へと変わっていくんかな、うん、みひちゃんもな、楽しみです、ね、楽しみです。で、あ、来たりくん、りくちゃん、うん、りくちゃんこれちょっと昔の写真っぽいなって思ったんだけど、ね、うん、まあ、どっちかっていうとこう元気なりくっていう感じの写真を使われてるけど、うん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 、最近のりくはほんまにハッとするドキッてする、そう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 、うっさーんっていう、まあ、うっさーんで失礼かもしれんけど、でもそのぐらいさ可愛いよな、綺麗になった、綺麗になったよな、りくちゃんもな、もうお母さんが一番びっくりしてると思うね、りくママが、うちのりくが、うん、うちのりくこんな綺麗になったんっていうねびっくりしてはるかな、もう可愛いのは分かってたけどみたいな、そうそうそう、うん、まあもともとね、うん、顔もちっちゃくてさ、可愛いか、可愛らしいのはあってんけど、綺麗っていう感じがね、そうそうそう、綺麗になってんな、なってきたよ、なってきたな、うん、ほんまに、なんかもう MV とか見てたら本当ドキドキするもんね、りくちゃん、本当にもうリクちゃん出てきたらリクちゃん綺麗って、なんたどないしたんってほんまに何回言ったことか今まで。でもね、その出るたびに綺麗になってるもんね、うん、着実にね、うん、それがすごいなと思います。びっくりするわほんまおばちゃんそして最後になったんですけど、そうそうそう、あれまこちゃんはと思ったらね、うんうん、最後に出ましたね、はい、なんかこの写真がまた綺麗やなと思った、いい写真使いましたね、うん、と思ったわ、ね、なんかまこちゃんもいろんな瞬間瞬間でいろんな顔を見せてくれるやんか、そうそうそう、やっぱり一番お姉さんだけあって、うん、なんかこういうのもハマるし、そうそう、かといえば赤ちゃんみたいな顔もするし、ね、みたいな、すっごいなんか素朴な時もあったりするやんか、うんうん、あるある、なんかね、うん、いろいろあるよね、まこちゃんもね、かわいいわ、この写真好きよ、そう、私はもうまこちゃんのキリッとしたかっこいい感じの、あ、かっこいい感じ、うん、時がやっぱり好きかな、うんうん、まあでもまあリーダーということもあってね、うん、みんながちゃんとこう入ってから私は行きますというような感じに仕上げてくれた ウィジューの皆さん、ありがとうございます、ありがとうございます綺麗にね、うん、ちゃんとね収まって、うん、またこっから本番があるから、うん、あ、そうやね、それに何人入るかなっていうのがまた楽しみやな、うんうん、全員入ったら嬉しいけどね、100の中やからちょっと難しいかもしれないけどね、全世界のビューティーを集めてるわけですから、まあ言うてもそのサイトをやってる運営してる人の独断と偏見みたいなところもあると思うで、まあ、そうなんかいろいろちゃんと見てほしいけど、うん、そんな暇ないか、こんだけノミネートされてたら、そりゃそうやん、一人一人のいろんな写真も見てほしいなと思うけど、だってそれはまあまあ送りつけたら見てくれるかもしれんけどさ言うてもトルコの女優のなんとかさんとかさ、うんうん、ウズベキスタンのなんとかさん、うん、そんなとこにのそんな人まで知ってんのみたいな感じだけど、うんうん、まあこうやってみんないろんな世界からああいうなサイト気になってる人はこうやって送りつけてるわけさ、うん、ね、そっか、まあとんでもない綺麗な人いるもんね、うん、外国の人で本当にね、うん、同じ人間かみたいなね、作りもんちゃうかっていうとんでもない人もいるわけだからね、まあ、だからこそその大きな組織でやってるやつじゃないけど、うん、みんながこうやって評価する、うんうん、というかさ、うんうん、毎年見ちゃう気になっちゃうわけやんか、ね、うん、1人2人でもやっぱり入ることを願っております、ね、入ってくれたら嬉しいですね、うん、何に入るか楽しみです ね、うん、はい、で20ちゃんは、まあ、9人全員入りました、うん、おめでとう、はい、おめでとうということで、ありがとうございます。次からちょっと、うん、K-POP の日本人の私たちがよく知ってる子たちがノミネートされてたので、うん、ちょっと見てみようと思います。はい、はい、はい、誰かな、あ、まあもちろんね、サナちゃんね、TWICEのね、サナちゃん、そうそうそう、サナちゃん常連ですからね、うんうん、ついちゃんとね、そうそう、ついちゃん、うん、もちろんついちゃんと、うん、あとなよちゃんとかみんな入ってたんやけど、今回はちょっと日本人にまとめてるんで、うん、ね、入れてないんやけど、うちらがやるのはね、そうそうそう、日本人だけね取り上げるの、うん、まあ、サナちゃんもサナちゃんもほんまにな、嘘やろっていうぐらい綺麗な時そうやね、あんねん、綺麗やね、うん、もうなんかそうかと思ったらな、うん、なんかあ、手の字の子やなっていう瞬間もある感じもあるかあるところがなんかホッとするねんけど、うん、ドキーッとする美しい時ある、そうやな、喋り出したらちょっと天然な感じもあるしね、可愛、うんうん、い感じもあるし、でもなんかもうこう完成された美っていうか、うん、本当に美しい体してると私は思う、そうやね、なんか踊ってる時とか女性らしさで言ったら本当に ね、うん、ね、ドライスの中でもナンバーワンじゃないかな、なんかそう、うん、だからこれってすごい努力してんやろうなと思う、自分でトレーニングしたり食べ物気ぃつけたりとか、多分すごいしてんのちゃうかなって思ってる、
デビュー前とかだいぶぽっちゃりしてはったもんね。そうやな、ちょっとぽっちゃりしてたな、うんね、今に比べたらな。だって二次プロジェクトに最初二人で来たな、ももちゃんとさなちゃんと最初に来た時にびっくりしたもん、綺麗って思った、ねえ、うん、なんかアバターみたいな、なんていうの、そうそう実在しない人みたいな、まださデビュー前のさ、うん、東京合宿のね、うん、卵の子たちやんか、そうそうそう、その子たちばっかり見てわー可愛い言うてたとこに、ももちゃんとさなちゃんが二人ボーンって来たらもう別格でなんかなやっぱ違ったな、これやと、ほんまのスターってこれかーっていう、オーラが違いましたね、うん、なんか見せつけられたよね、ほんとに綺麗と思った。他にいきますよ、ワイスからね、うん、みなちゃんもね、みなちゃんもな入るんですよね、やっぱりね、うん、みなちゃんっていいよね、みなちゃんいいよ、みなちゃんってなんかいいよね、うんうん、なんかその派手さがないんやけど、 そうそう、そんなめっちゃ派手ってわけじゃないんやけど、うん、なんかすごい美しさがあるのよね、だからいいのよだからいい、そこがいいのね、最近ね、あの SK2 の CM も出たりしてるしね、うんうん、去年やったっけ、もうその前の年になるのかな、あの I am みなの、うんうん、写真集あったね、うん、あの時もさ、綺麗かったよ。もう参ったわ、あの時は。うん。確かに。参ったわ。もうその時のあの、リアクション動画もありますから、これ見、よかった、見てください。もう本当に痺れましたよ。痺れましたね。うん、あんまし、その動画は見られてないやつ。うちらの動画は見られてないんやけど。ないけども、もう私の痺れ具合はもうそれ見ていただいたらわかります。もうすごい、美しさね、これまた。なんか、この時黒髪やけど、明るい髪も似合うよね、みんな。そうそうそう。金髪とかも普通に似合ってるなと思う。なんせ品がえ。そうやんな。なんか品があるな。品があるね。ほんま、みなちゃん。品があります。うん。みなちゃん、うん。そこを評価してほしいな。どこまでわかるかな、その品の良さみたいなね。なんかね。日本人女性のね。うん、なんか大和なでしこやな。そうそうそう。うん。それを、うん、評価してほしいなと思いますね。はい。はい、ももちゃんがね、いや、ももちゃんってほんと見るたび綺麗になるよな、このももちゃんもな、うんうん、なんか一番最初の16の時と比べたらだいぶ綺麗になったと思う。なんか、うん、洗練されていって、うん、もうものすごい綺麗になったと思う。もうめちゃめちゃメイクとかさ、いろんなことは、その効果というのもあるやん。でも、やっぱりなんていうの、本当に何か変えたっていうぐらいの美しい変貌っていうのはさ、それはもう本当に内面からこう、自信に満ち溢れてさ、うん、変わってきたよね、自分で見られてることでっていう感じや、うん、そんな感じする、鼻いじったでしょとかそんなこと全然ないやんか、うん、そんなんじゃなくって、うん、にじみてるなんかこう自信とね、うん、なんかそれで変わったっていう感じがすっごいあるからさ、うん、かっこいいよね。そうそう、ダンス踊ってるとこも美しいし、うん、力強さもあるし、うん、確かにかっこいい女性って感じやな。ももちゃんかっこいい女性です。かっこいい。うん、そしてもあのボディも美しい。あ、そうやんな。うん、あのいい、なんていうかな、うん、すごくスタイルがいいな。スタイルいい。うん、出るとこ出て、閉まるとこ閉まってっていう体してる。うん、それでいてあんなに踊るから、なんかかっこいいなと思う。うん、かっこいい、すごい。そしてでケプラーから、うん、他のメンバーも入ってたけど、はい、日本人はマシロちゃんとかね、あ、そうそう、シャオティンとか、ね、入ってるだろうね、ユジンちゃんとかね、ヤスちゃんとかも入ってたしね、いろいろ入ってたけど、とりあえず日本人ね、はい、マシロちゃん、マシロちゃん入るまでになったよ、マシロちゃんが ね、よかったね、可愛いもん ね、マシロちゃん、ね、うん、そうそうそう、やっぱ人気あるんやね、マシロちゃん、ね、まあまあ日本的なアイドルっていう 顔やった、まあ、そうやんね、日本人が好きそうな顔なのかな、うん、このマシロちゃんの顔ね、な、うん、確かにそうかもしれない、うん、いいと思いますよ、マシロちゃん入った、よかったよかった。そしてヒカルちゃんも入りました、ちゃんと日本人2人入ったからよかったなと思って、ケプラーから、ね、なるほどね、うん、そう、なんかヒカルちゃんは、まあ、日本でももちろんめちゃくちゃ人気あんねんけど、うんうん、韓国でもめちゃめちゃ人気っぽいよね、ヒカルちゃんってなんかね、可愛、うん、いって言ってね、はい、なるウジソニョのエクシちゃんがもうぞっこんというかさ、そうそう、絶賛してるもんな、可愛いって言ってたから、ワルピックでもヒカルだったっていう、うん、なんかそういう魅力があるんかな、なんか、まあ、天真爛漫な感じするもんね、うん、ヒカルちゃんって誰とでも人なつそうそうそう、うん、絶妙なバブミとダンスやらしたらもうえげつなくかっこいい、そこのなんか、うん、のそのギャップとかさ、たまにって言ったら失礼やけど、すごいヒカルちゃんもドキッとするような女の美しさみたいなとこが出てくる時あるね、そうやな、うん、これからもっと出てくるんじゃない、そうだから、まだね、10年後とかも楽しみとかって思える、ねね、うん、美しさなのよね、そうかそうか、よかったよかった、はい、まだいますか、でルセラフィムからさくらちゃんね、うん、まあ、やっぱりさくらちゃんね大人気ですから、うん、
からね、はいはい、多分日本のファンもめちゃくちゃいると、昔からのファンもめちゃくちゃいると思うし、うんうん、はい、アイズワンの時も可愛かったけど、うん、なんかルセラフィムになってさらに可愛くなった気がするっていうか、うん、そうだな、綺麗になったな、綺麗になったんかな、コンセプトがだいぶ変わったからルセラフィムになって、うんうん、前はもちろん綺麗かったけどな、うんうん、でもなんかさらになんかこう良さが、さくらちゃんの良さが出てきたんじゃないかなっていうような綺麗さになってきたかな、綺麗、綺麗が増したね、可愛、うん、いよりも綺麗が超えてきた感じだろうな。そうそう、他にもでセラフィムからカズハちゃん、はいはい、早くもね入ったんですよ、うん、カズハちゃんも、うん、韓国で受ける顔っていうか、うん、韓国顔やもんね、なんかね、うん、そもそもっっ、ね、そう韓国美人みたいな顔してるし、うんうんうん、でも日本美人みたいな顔もあるし、そんなのもあるし、だから外国人の方も好きなんちゃうかな、カズハちゃんのこういう顔、うん、シュッとした顔って好き、うん、アジア顔って好きなんちゃうかな、なんかさ、うわ綺麗っていうさ、うん、ゴージャスみたいな、目鼻口っていうそんな感じじゃないやんか、うん、そう、それとはまた違うんですけど、違う、このなんか透き通るようなこの美しさ、うんうん、あ、日本人、ザ日本人っていうね、なでしこやな、これもな、綺麗、綺麗な、わ、うん、かるわかる、入ったのわかるなあ、カズハちゃん、カズハちゃんは残る可能性大やと思います。かな、この写真でも圧倒されるわ。あ、そうだそうだ、忘れちゃいけない。 XG な、 XG からもハービーちゃんが早くも入っておりました、うんうん、もっと入りそうだけどね、他のメンバーもね、まだ行くよ、まだ入るかな、行く行く、いつ締め切りか知らんけど、だってジュニちゃんとか、ね、ジュニ、ひなたね、え、うん、ジュリアちゃんとかね、もうめちゃめちゃ入りそうな子いっぱいいる、ね、うん、それはもうアルファス頑張らんと、アルファスだよ ね、 アルファスの皆さんね、おそらく頑張ってるとこやと思います、うん、もうハービーちゃんが入ってきたわけやから、そうやんね、うん、もうもう おいおいどん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 メンバー入ってくると思います、うん、頑張ってください、はい、まあまあといっても、まあ、やっぱハービーちゃんか、まずは筆頭は、まずはハービーちゃん、うん、だってハービーちゃんすごいもんね、うん、なんかもう何頭身あんねんっていうぐらいの、うん、もう12頭身ぐらいあるやろっていう私はもう見てますけどね、実は、うん、あるかもしれんな、そのぐらい、日本とオーストラリアですか、ハーフ、ハーフなんだね、なんですね、はい、うん、でちょっと番外編ということで番外やな、ほんまな、ユナちゃん、ユナちゃんも入ってましたので、うんうん、ちょっとお知らせしておきますね、ということでね、ユナ、うん、ちゃんも可愛いからね、なんか日本のテレビ番組とかね、たまに出てたり、出てましたね、狼ちゃんみたいなね、そうそうそう、ということで、はい、ということでございました。まあ、こんなとこかな、毎年ねこのあるサイトで行われております世界の美しい顔100にね、うん、にじゅうちゃんたちが全員メンバー全員入りましたということで、今日は動画を撮りましたけれども、ここからどうやって100人決めていくのか分かりませんけれども、よかったら皆さんプレッシャーどんどんかけていい。なんかやり方があるならね。うん、どんどんプレッシャーかけて。のところへ ね。バンバンメールを送れないんだよね。まあ、まあ、もし100人に全員入ったとしたら、もうその時はもう、もう私たちもお祭り騒ぎの動画を上げますので、ちょっと楽しみにしたいかな。まあ、いずれにしても結果はね、またね、動画にしたいなと思いますんで、はい、はい、おめでとうということでございました。え、皆さんの感想、コメントなんかもね、ぜひとも書いておいてください。よろしくお願いします。チャンネル登録、まだという方は、ぜひともチャンネル登録していってください。高評価のボタンもギュッと押しておいてくださいね。お帰りお疲れ、こんばんは。今日もマチコと、ケメマッチが。また次の動画でお会いしましょう。なんで言っちゃったの？バイバーイ。バイバーイ。